こんにちは。今日の講義は書籍ルネサンスボリューム13、食がもたらす病、日本の食安全神話崩壊です。皆さん、食べ物について考えるとき、どのような基準で選んでいますか？健康や安全、栄養価など様々な要素が絡み合っていますよね。しかし、今日はその裏側、つまり食品の製造や販売に潜む真実について考えてみましょう。まず、皆さんに質問です。多くの食品には無添加という表示がありますが、実際にはそれが本当に無添加なのか疑問に思ったことはありませんか？実はこの表示も含めて、私たち消費者が疑っていない部分にも裏があることを知っておく必要があります。この本はそのような食品の裏側に迫るものです。著者は現役医師であり、また東大農学部教授でもあります。彼は多くのエキスパートたちと共に食品の常識を覆す情報を提供しています。例えば牛乳について考えてみましょう。私たちは健康に良さそうだと思って飲んでいるかもしれませんが、実は子どものがんリスクを高める可能性があるというのです。これは一体どういうことなのでしょうか？驚くべき事実ですが、このような事実を知ることが私たちの健康を守る第一歩となります。また減塩醤油を選んでいる人も多いかもしれませんが、それが必ずしも健康に良いとは限りません。なぜならその製品には他の添加物が多く含まれていることがあるからです。この本では食品添加物の専門家やがん患者の治療に携わる医師たちが日本の食に潜む問題点について率直に語っています。大手企業であっても製品には添加物が使われていたり、健康に害を及ぼす可能性があることも明らかにされています。さらに戦後の占領政策の影響も取り上げられています。食に関する政策がどのように変化し、現在の食の問題につながっているのか、その歴史的背景も掘り下げられています。この本を手に取ることで、食の選択において重要な情報を得るだけでなく、歴史や政治の視点から見えてくる新たな視点も得ることができます。食べ物は私たちの体に直接影響を与えるものであり、その選択は決して軽視できません。ぜひこの本を手に取り、食に関する新たな知識を身につけていきましょう。この書籍がもたらす影響は大きいでしょう。なぜなら食に関する真実を知ることは私たちの健康や生活に直結するからです。食品の製造や販売における問題点やリスクを理解することで、より賢い食品選択が可能になります。また歴史的な背景や政治的な影響についても知ることで、食文化や社会全体に対する理解が深まるでしょう。この書籍は食品添加物や製品の安全性についてのみならず、食の健康への影響やその背景にまで踏み込んでいます。そのため読者は食に関するあらゆる側面について幅広い知識を得ることができるでしょう。さらにこの書籍は占領政策や歴史的な背景に触れることで、食にまつわる問題がどのようにして生まれ進化してきたのかを理解する手助けとなります。そのため読者は食品業界や社会の仕組みに対する洞察が深まり、よりクリティカルな視点を持つことができるでしょう。またこの書籍を読んだことで、食に関する情報に対する消費者の意識が高まることが期待されます。それにより企業や政府に対する要求や期待が変化し、より健康的で安全な食品が提供される可能性が高まるでしょう。このような影響は単なる一冊の書籍がもたらすものとしては非常に大きいと言えます。食に関する問題は私たちの日常生活に密接に関わっており、その解決に向けた知識や行動が求められています。この書籍がその一助となり、より健康で持続可能な食文化の実現に向けた一歩となることを期待します。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの体は私たちの生活の基盤であり、その健康があってこその学びや活動が成り立つからです。健康でなければどれだけ知識があっても生かすことができません。そこでライザップが登場します。ライザップは結果にコミットするプライベートジムとして知られています。その特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニング、食生活やメンタルのマネージメント、30日間無条件全額返金保証、1日50分、週に2回の無理のないトレーニング、無料カウンセリング、完全個室のプライベートな空間です。
これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとっては、マンツーマントレーニングや専属トレーナーによるカスタマイズされたプログラムは特におすすめです。また、無理な食事制限はなく、健康的に痩せることができ、リバウンドしにくい体づくりが期待できます。そして、ライズアップウーマンは女性専用のプログラムであり、洗練されたプロポーションに導くためのサービスです。特徴は、ウエイトトレーニングだけでなくファンクショナルトレーニングやストレッチも含んだトレーニングメニュー、低糖質だけでなく女性に必要な栄養を考慮したお食事管理、そして筋肉へのアプローチだけでなく脂肪燃焼や美肌にも効果的な美容マシンを完備しています。これらのプログラムは10キロ以上痩せたい方や部分痩せをしたい方、体力がなく運動が苦手な方、産後太りを解消したい方、結婚式のために上半身だけ痩せたい方など、様々なニーズに応えることができます。ライズアップは、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスであり、その綿密なプログラムとトレーニング方法は多くの人々に尊敬される価値があります。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。